ランドスライドはフリートウッドマックが1975年に発表した楽曲。スティービー・ニックスが作詞作曲しリードボーカルを務めている。リクシー・チックスのカバーバージョンがヒットした。スティービー・ニックスがランドスライドを書いたコロラド州のアスペン話はスティービー・ニックスがフリートウッドマックへの参加の前に遡る。ニックスは1973年9月。 リンジー・バッキンガムと共にアルバムバッキンガム・ニックスを発表するがセールスは振るわず二人はポリドールからレーベル契約を打ち切られてしまう先行きに不安を感じていた頃に本作品は書かれたニックスは次のように述べている1974年の9月頃だったと思う私はフェニックスの両親の家にいて父がこう言ったのお前は多分 ありったけの時間をかけて音楽に入れ込んでるんだと思う。でもな、あと6ヶ月ばかり時間が作れるというのなら、それで学校に戻りたいっていうのなら、俺が学費を出してやってもいいよ。結局リンジーと私はコロラド州のアスペンに行った。誰かの大きな屋敷があって、家主はピアノを持っていたけれど、私はアスペンの目の眩むような空を見ながら、ギターでランドスライドを描いた。 その3ヶ月後よ、ミック・フリートウッドから電話がかかってきたのは、1975年1月、ニックスとリンジー・バッキンガムはグループに加入。すぐにアルバムのレコーディングが始まり、同年7月11日発売のアルバム、ファンタスティック・マックにランドスライドは収録された。1980年12月発売の2枚組のアルバム、 フリートウッドマックライブにライブバージョンが収録されている。1997年5月23日、グループはカリフォルニア州バーバンクで再結成コンサートを行う。コンサートを記録したアルバムザ・ダンスに収録されたライブバージョンは翌1998年にシングルカットされ、同年8月8日付のビルボードホット100で51位を記録した。 またビルボードのアダルトコンテンポラリーチャートで10位を記録した。2018年1月発売のファンタスティックマックのエクスパンデッドエディション、またはボックスセットにアーリーバージョンが収録された。ありがとうございます。